エクストララジオは岩手県花巻市が生んだヒップホップスタービックリマンのメンバー5人が B-BOY のリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり運気や健康状態が良くなると言われています。それでは It's Showtime。聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタン、あのボタンどうかやったっけ。クソザマでした。なんか聞いてきたな、これ。あれ？あれ？エクストララジオ。びっくりなんだ。エクストララジオ。蛇口かと思ってひねったらタンポポだったよ。どうもエビスです。今日はですね、特別企画、ビックリマンをドッキリにはめちゃおう、そんなことをやっていきたいと思います。今日はですね、どんなドッキリになるかと言いますと、収録中に私が、席を立ちます。そしたらその席に不審者が座り込む、こういうドッキリをやっていきたいと思います。この不審者っていうのはですね、特別ゲストを呼んでいます。これは本番で、本編で発表されますので、こちらも楽しみにしててください。さあ、その不審者をどういう風にビックリマンのメンバーは乗りこなすのか、ちょっと楽しみです。さあ、じゃあ早速本編行ってみたいと思います。本編どうぞ。頑張れ日本、ふん。最低じゃん。過去最低。過去最低。びっくりした。そうは思うけど。いやまあ。しかもね、それなんで言ったのそれ。何、ワールドカップ始まったの。そうだね、時期だから。何し始まってっから。うん、全然。本日から。本日知らなかった。だってさ、サッカーのワールドカップでこんな時期にやるっけって、この年末とかやりますっけ。らしい。なんで。わかんねえ。なんか初今日、それこそ今日の夕方のニュースで、今日っていうか今日は21日、今日11月21日なんですけど、今日のニュースで言ってさ、なんか、あのこの時期にやるの初だし、なんかカタールが初戦、なんかどこだっけな、ベネズエラとか試合したんだけど、カタールが負けたんですよ、2-0とかで。それもなんか開催国が1回戦1試合目負けるのも初だったみたいな。悲しいと思って。そっか、カタールが主催国で、そうそう、大体そのホームの雰囲気あるし、まあ、負けづらいんだ。そらしい。けど、そう、初戦が一番難しいじゃない。まあ、経験者としては、ね、経験者としては、ね、超何のカタール人敵に回す、うん、カタールスは結構さ、昔から中高だからね、常連で、まあそうだね、やってるよね、なんか残念じゃないですか、うん、あ日本はどうなんですか。日本はドイツとかとだよね、一回ドイツか、確か、あら、何でも詳しくね。ドリカフ、ポリバーカンしか古い。古いのしか分かんないんだよね、俺。カルツとかね。カルツだっけ、キャプツバイ。キャプツバイ。なんか加えてるやつ。用事加えてるやつ。怒涛のドリブルっていう必殺技が。ゴッチャみたいな。シュナイダー。シュナイダー。シュナイダー。やばい。西ドイツ。西ドイツ。ちょっと盛り上がってると申し訳ないんだけど、うん、どうした。おしっこしたいからさ、行ってきていいか。なんでさっき出なかったの。頻尿。なんでなんで俺よりも頻尿なの。近くなってっから。そうなの、都市的に。ちょっとキープしといてくれ。あ、じゃあ自己紹介してった方がいいじゃん。いや、後でやる。あ、後でやる。俺が戻るまでさ。うん、分かった、オッケー。何があったの頼むわ。とりあえず、頻尿なの俺が一番だと思うんだ。なぜなら俺が頻尿だから。カタールです。お前が頻尿なら、俺は残尿だよ。常に尿道に弾丸は装填されている。なんじゃねえ。なんつう話してんの。中東です。中東。そうかそうか、お前たちがそんなんだったらな、俺もカミングアウトしちゃおうかな。おう、
尿漏れです。怖い。でしょうね。なんつうでしょう、ね。なんつうこと。これ。もしかしてこの頻尿トークしてから来たってことは、そうだね。花巻一の頻尿だってことですか。頻尿メーカー。頻尿メーカー。多分尿に関連する方は。はい、立って座って、って叩いてかぶって、腰の。おなんだ。何ですか。この状況。じゃがいもポッケから取り出したね。じゃがですね。はいはいはい。これはこれはこれは、 これはあれですか、喧嘩売ってるってことですか。あ、はい、じゃがいもやろうって言われてるってことですか。っていうことですか。なるほ ど, るほど。あ、じゃあ見ず知らず。ちなみに今日はあのメインさんで今あのラジオ収録をゲストハウスでやらせていただいてるんですけど、いきなりエビスが頻尿だと言って立ってからあの謎の眼鏡をかけた青年がじゃがいもを持ってエビスの席に座ってるんですよ、ね。俺、はい、俺エビス着替えたのかなと思って最初ちょっとね、違うから、ね、わないあの誰にもそんな話聞いてない。今ちょっとポケットから何か出す動きがありました。お、閉めただけか。閉めそうか。じゃがいもが入ってたのを閉めた。お主何者や。肌ふかしです。え？おいおい、俺の偽物がいるぞ。え？俺の偽物。ちょっとエビちゃん、エビちゃんの席取られちゃって。マジ？うん。みんな、うん、差し入れももらって。うん、差し入れも。差し入れなのか。うん、ギャブミ。どういうことなのこれは。出てれー。どういうことですか。どういうことですか。ドッキリ。何これ。どういうことですか。うん。びっくりしたでしょ。はい。まず何がどうなってこうなったか俺全然分かんなくて、みんな自己紹介とりあえず終わった。とりあえず俺まだしてなかったし、まあいい、俺しなくていいから。しなくていい、うん、じゃあ俺してスカッシュして、うん、俺紹介させて。あ、はいはい、うん、え、ちょっと前についにマネージャーマネージャーえ、ずっとマネージャー欲しいとか言ってたんだけど。タレントのエビスです。おお、バザールでござるの片スカシです。じゃあちょっと発表紹介していいですか。はい、あ、そらと流さない消化試合だったね今だいぶ。今日のゲスト、はい、アメージンカイゴマン。マジで、マジで喋んねえから全然わかんない。お前かよ。そうでしょ。カイコマンだったの。嘘だろ。やったー。確かにこの声知ってるわ。この声聞いたことある。やべえ。なんだよ。もういや、うん、あのずっとそこにいたんですよ。え、そう、誰かなと思ってたんだよ。そうだった。なんかいるな、誰か使ってる人いるんだ。ずっと待機してたの。ずっと待機してて、うんうんうん、ずっとドキドキしてました。マジで。そう、エビさんから、うん、あのご連絡いただいて、あのドッキリしたいから、うん、来てくれないかと。エビスを本当にオファーで。だって今、はい、カイコマン盛岡すんだよ。盛岡です。お顔盛岡です。いや、マジで最初同級生のさ、堀田修士っていうか。確かに俺も修士かな、かなと思って。修士くんかなと思って。修士くんじゃねえなと思って。修士のいとこで。やばいやつ乱入って。ファンタスティック来てから早期の人かな。いやいや、カイコマン、カイコマン、すごいね。今なんか今日いつものあのポン酢の家とかじゃなくてさ、他のお客さんもいるからちょっとあのこうちょっと抑え気味に今やってたんだけど、今すげえバビってる。バビってバビってる。そうか。6月ぐらいに初めて会って、あのバグパイプでイベントした時に、なんかいきなりカイコマンですって言われて、お兄ちゃんが DJ するってことになっててね。あ、お兄ちゃんはお兄ちゃんで DJ するイベントだったの？そうそう、一緒にっていうか、まあ、うん、なんていうんですかね、あの、エビさんライブの、そうそうそう、で、まあ、あの、兄貴が DJ で、うん、え、兄貴なんていう名前知ってんの？で、それ名前言っていいの？
いいんですか、うん、スバルです。あ、やっぱり超似てると思ったすごい、ね、スバル、スバルってあの分かる、ケンタとかと一緒に、はい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 、前もコバッチとかとかも一緒に遊んで、スバルの弟だったんだすごいスナックスだ、ね、いやいやいや、何これ超スナックス、そうか、もともと欧州の方だって言ってたもんね、水沢の、ね、繋がるんだそれ。いや、スバルとはね、あのね、北上でピュンタがまだこっちいた時にさ、中国パブにハマった時があって、俺はで、その中国パブにこれから行くぞって時にスバルとピュンタと一緒に行ってドキドキしますねみたいな感じがあって兄ちゃん中国パブそうだったんだ、繋がるんだ、そこで言われて俺だけ会ったわと思って、これはもうドッキリしたいっつって、やっとで火曜日休みなのさ、カエコマンは。あ、そうなの、はあはあ、なんで、あ、だから今日こっち来れて、これ月曜日にやれる、え、泊まるってこと、あ、いや、帰る、ダイハツミラーで帰るんでしょ。じゃあ、アルトワークス、アルトワークス壊れちゃった。え、マジで、なんでだよ、全員で乗ろうぜと思う。いや、マジで普通にドッキリされると思わなかった。初めてされたわ、ちょっと今日ね、天童も映像撮ってるから、なるほどね、確認してるわ。アメージングカイコマンがさ、あの顔出しするのってさ、どうなの、初めて、あの、大丈夫ですよ。大丈夫なんかよ。イケメンだから。あと、まあ、あの、事務所に、あの、リーダーの事務所に、どこだよ。すげえわ。じゃあ今日、日本撮りだけど、日本、すごい、いてくれるってこと、アメージング。いいんだ。大丈夫ですよ。嬉しいっす。あのね、純粋に嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。カイコマンさんからのメールを、まだ保留にして読んでなかったんで、あの、結構長文でいただいてさ、あの、いいメールがあったんだけど、うんうん、まだちょっとタイミングを測ってて読んでなかったんで、まさか。びっくり。普通にボツになったかと思った。いやいやいや、違う、なってないです、なってないです。だってボツにできるほど手紙来ねえもん。しかもね、ボツにできるようなやつがないの。みんなテクニカルな文章来るからさ。もったいないじゃん、その、ボツじゃん。ただ、その、ワード的にやべえやつは言わないようにしてるけど、下ネタとか。はいはい。けどさ、そのさ、カイコマンのさ、文章をさ、スカシが解釈していつも読むけどさ、本当はどういう感じで読んでほしいのかとか、俺知りたい。だってね、カイコマンも、リスナー界では有名な。そうですよね。すご腕リスナー。まあ、すご腕です。だと思う。さすが、欧州の野郎だ。なんだ。いきなりカメラの前だから、マジさっき本当来た時マジ誰なんだろうと思って、マジやべえやつかと思って、この件が一番緊張しました。そうだよ、天童噛みつくんじゃねえかと思って、ちょっとドキドキして、なんかこれ切られたら、放送切られたら困るなと思って、はいはいはい、ちょっと今日やばいからやめようみたいな、はいはいはい、そうならなかったね、さすが。いやいやいや、さすがだな。もっと、なんかやばいやつがあって、じゃがいも取り出してる。取り出してる。じゃがいもあるじゃん。うん。形状みたいな。まさに本当、なんだよ、言ってよって話だけどね。知らなかったけど。いや、まさか。嬉しいね。じゃあ火曜日休みだから、月曜日収録の時はもしかしたら来てくれるかもしれない。そうだね。今日が、ラブポリスが。ラブポリス、そうだね。出動して。出動。かけらもないけどね。ラブリーではあるけど。ラブポリスで言うと、年末じゃねえや。年賀状いただいたじゃん。はい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 。あの、これ。はいはい。年賀状。毎年、はいはい。で、まあこれちょっと住所、ガチの住所書いてあるんで。あ、ちょっと映せないけどね。あの、宛先の名前が、あの、まあラブポリス様になってる。はい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 。ラブポリス様になってるね。で、あの、年賀状じゃないですか。年賀状って大体、まあお正月あげたらすぐ。来ますよね。来る。まあね。なんか、6日ぐらいになっても来なくて。なんで？あれ、無視されたのかなとか思ったんですけど。まあ、あの、ペラッとした紙が入ってたんですよね、場所前に。はいはい。ポストに。そしたら、なんか、郵便局からのあれで、あの、ここに入っている人の名前と違う郵便局が来て、
あの確認のために数人で来てくれねえかっていう。来てくれねえ。あ、そうなの。そう行ったら、うん、あのラブポリス様って書いてあるのを渡されて。ちゃんと普段で書かないとそういう紙入っちゃうと。そうなんですよ。なんか間違えて配達した、したらまずいみたいな感じらしい。なんか最近そういうのあるのかね。佐川とかでもさ、そうかこの間、うん、あの何片透かしあのそう、うん、藤透かし様っていうやつだったじゃん、うん、あれ聞かれたらしいのうちの親が、うん、佐川の人に、うん、藤透かしさんっていう名前なんですかみたいなの聞かれたけど、うん、そんなこと聞く普通みたいなこと言われて、うん、知らねえよとか思って、うん、そしたら多分そういう確認をするようになってきてるのかもね。なんかもしかしたらそのなんかあったのかもしれないですね。ああ、はい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 。なんか超ざっくり。そうだからもうあなたはラブポリスですかって言われる。まあでも郵便局内ではもうあいつはラブポリスを。あのなんかなんていうのか名簿みたいなやつの自分の本名のやつにラブポリスってちょっと名簿書かれて。やだやだ。やだ。すごいよかった。すごいなそれ。そういうの否定しちゃダメだし。そうやってあの右翼曲折あって。で、あやだと思うね。別にその香水の匂いはまだ残ってるの。どう吹きかけた香水なんかね、スカルプチャーの匂いとかね、超吹きつけたはずなんだけど全然しない、まあ、全然俺気づかなくて本当なんか、うん、多分最初からしないラブポリスの匂いしかしねえよ、うん、オレンジの匂いです。ラブポリスをカメラに見せてるから無言になってるけどちょっとあのビックリマンの、うん、年賀状はこういう感じでいきますから、うん、今年もじゃあやりますか、ね、欲しい人はそうね、あそうだね、もう恒例行事として同じもの1枚同じものないからね、うん、全部手書きでみんな書いて、まあ、唯一無二、うん、どうやって募集するんだっけ年末の前に、うん、ラジオ森にとか、うん、まあインスタでとか、うん、メッセージなりいただければって感じですね、うんうん、ダイレクトな感じのやつに、うん、住所、うん、名前、そうそうそう偽名使ったらとこうなるから、ね、本名でもやマグロ山本様とかどうしたっけな、どうしたかな、忘れたな、本名書いてあったかな、いや変ネームの人がさ本名を貸すことしないでしょって、はがき職人が、あれ俺本名書いてませんでした、書いてた気もするけどなんか そっちはしかとした気もだいたいステッカーとか送られてくるやつとかはちゃんと本名で書かれてくるんで、はいはい、だからもうそれもコピペするためのあれをメモに貼ってるんですよ、だからそっからそっかそっか文章書いた後とかって全部やってるんで、はいはいはい、コピペしてすぐ送ってね、やべえな今日すげえゲスト来てから、なんかこんな普通の話してるんだね、はがき職人の話を聞きたい聞きたい、そうじゃない、どんな風にして、うん、なそうだ、なんでそのはがき職人に目覚めたとか、あまあとりあえずシールをあげます、うん、シールをあげます、うん、シールこれは何のシールでしょう、おえアフターシールじゃん、あマジ歌丸さんのこれやばいじゃん、そうだよね、そもそもアメージングカイコマンといったらやっぱアフターシックスジャンクションだったり、あとはなんだろう、サイプレス上野さんとか、アベマ TV、アベマ TV か、はい、とかで、アメージングカイコマンっていう、はい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 、もうハガキ職人がもうまず名物キャラみたいなので、はいはい、すごいよ、うん、なってしまったな、なってしまって、うん、最初はなってなかった、なってなかったっていうか、まあ、うん、そこまでっていうか、うん、誰も知らないっすね、そうだよ、いつだ、いつから始めた、アフターシックスジャンクションの前から、あそうですね、なんだっけ、なんだっけ、タマフル、タマフル、はいはいはい、三田さんがやってた、はいはい、前の番組、はい、タマフル、はい、あのウィークエンドシャッフルっていう番組には投稿はしてたんですけど、はいはいはい、しょっちゅう採用されるみたいな感じじゃなかったんで、その時は、聞いたことあったのかな、ちょいちょい呼ばれてて、もう本当にたまにって感じで呼ばれるのが、まあ、本当になっちゃって、全然、まあ、誰も多分知らないと思うんですけど、さそのジャンルで言うとさ投稿して、うん、まあ、まだ読まれたことない時って読まれるかなワクワクっていうのもありつつ、はい、ラジオ聞いてるって感じでしょ、ああそうですね、うん、まあ、あの投稿する
何か、まあ、なんか投稿企画みたいな、こういう話を送ってくれみたいな感じのがあったりとかした時に読まれるかなみたいなのもあるんですけど、期待しつつそのラジオも楽しむってことみたいな感じなんですけど、読まれたらおおっていう、なんかもうすごいなんか越に入る感じ、おおみたいになる感じなんですけど、あんまし読まれすぎると、あの読まれるのが割と普通になってきちゃって、それでそういうのもあるんだ、そうなんですよ、みたいな、読まれなかったでみたいな感じになることがあるんですよ、読まれないのが普通なのに、そっかそっかそっか、なんだよ、あん結構いい感じで書いたのに読まれたなかったみたいな不満にもなるってことだ、ちょっとあったりするんですけど、はい、ただあの今もうなんか結構ツイッターとかで、うん、そのリスナー同士で割と、うん、まあ俺はですけど、うんうん、そのリスナー友達みたいな人結構いたりとかするんで、つながって、はいはいはい、お前が今日呼ばれたなみたいな感じで、なるほど、あ、今日はこの人呼ばれたなみたいな感じで、おめでとうございますみたいな、あ、そう、あるんだ、そういうコミュニティ、へーっていう感じですね、もう、なんで、あの今はもう読まれようと思って書いてとかはあんまり知ってないっていう、うん、あ、そうなんだ、どんな気持ちで書いてるの、あの、なんていうんですかね、例えばあの映画の評論とかやったりするんですけど、好きだった。で、それをあの自分がその映画好きだったかどうだったかみたいな感想みたいなのを読まれなくてもいいから、その一感想として送るみたいなのとかは、そういう。すごい息だね、それね。もう読まれなくても別に。それは、その気持ちで送ったのは結構読まれたりする。いや、まあ、あの、なんか読まれようと、思ってないとそんなに読まれないっていうか、それは別に読まれなくてもいいやと思って送ってるからいいんですけど、あのやっぱりその投稿系の企画のやつとかはやっぱりなんかバトル感が、そうなんですか、確かに、そこ気合入る、確かに、誰が読まれるみたいな、誰がかますみたいな、そうなんです、面白いもんね、なんかこう取ったことあるの、優勝とか、あ、まあ、なんか、あ、まあでも優勝みたいなのはそういうのはあんまりないですけど、うん、なんていうんですかね、まああの読まれはします、読まれるって言わないと嘘にはなるかなっていう、うん、あのステッカーも多分自分のなんかあの配れるぐらいはあるっていう感じが、すごいよね、え、あ、読まれる人がもらえる、もらえて、一番、一番、うちらに配れるだけ、結構、こんな人汗の、そうだよね、もう全然、差し上げます、大丈夫です、ありがとう、マジで、ウィークエンドシャッフルと、メルカリで売ろ、それ、ちょっと何を言える、仕組みとかあったり、読まれたことある、仕組み。あれ仕組みあったかな、ちょっと分かんないですね、あのコーナーと結構好きだった、ね、あれ面白い、仕組みは仕組みは仕組みってどういう、なんか、なんていうか、なんか畳みたいなのの逆みたいな、うん、なんかクソみたいな行動をしたことがあるみたいな、うんうん、ただその犯罪とかじゃないみたいな、人としてなんかもうひどいクズみたいな、ひどい行動みたいな話、犯罪じゃなくて、私はこんなことしたことあるみたいな、例えば、まあ、仕組み、あのトイレで、うん、あの拭くじゃないですか、拭きをした後、でそれをあの拭くときに、うん、あのウォシュレットがないから、うん、最初につばつけるとか、うん、そういう、まあ、別に誰も怒りはしないけど、なんか嫌じゃないですか、なんかちょっと嫌じゃん、なるほど、そういうジャンルは、はいはいはい、なるほど、なるほど、みたいな感じの、そういうジャンルの話なのね、本当になんかひどいことを言って誰かを傷つけたとか、うん、じゃもうダメ、うん、じゃないってことですよ、それこれ自己完結してる話なの、自己完結してたりとか、うんうんうん、言われてみればこれって、うん、あのなんか人に話したことないけど、うんうんうん、はいはい、そういう系だよね、なんかちょっと言ったら引かれるみたいな感じ、はいはいはい、実はとかね、そういう感じ、はいはい、低みとか、まあ、うん、まあ今ちょっと低み終わっちゃいましたけど、ああ、そういう好きだったな、あれ、それに送ってね、すごいね、果敢に攻めてるよね、それまあもう新しいの始まるたんびに、どれ使うかみたいな、ああ、でダチョウとかもあんの、やっぱ、いや、それは自分は作ってないです、あ、じゃあもう思いつきで、そうです、その時になんとかある程度フリースタイルっていうか、その番組中にってこと、
あ、番組中、あ、自分はあんまやんないですけど、でも番組中に例えばその最初に話していたことに関してメールを送って読まれる人とかもいるんですよ。すごいフットワーク、即興みたいな感じだ、瞬発力みたいな、いろんなスタイルがあるんで、ね、自分はあんまりそういうあのスピードはちょっと苦手です、ね、それにも気づいてスピードは捨てて自分のスタイルでやっていこうみたいな、うん、そうですね、あの何月何日にこういう投稿コーナーがあるからみたいな感じで、うん、それまでに書いて出すとか、あすごいすげえ感じで、でももうなんていうんですかね、でもあのやなんていうか逆にやったことあります、あのラジオに送るとか、ラジオの俺ないな、俺ないな、1回あるな、あ2回ぐらいあるけど、うん、あの沖縄の南国の夜っていう、うん、なんか爆笑問題のラジオで取り上げられてすげえバズった番組があるんだけど、うん、それになんか送って名前だけ読まれたことあって、名前だけ、あそれは何、なんかペンネームなんていう名前、ラジオネーム、うん、リット激推しネームビートスカシみたいな感じで、うん、まあ、沖縄だったから、うん、送ったら名前だけ、その名前よ、メールくれた人の名前だけ読んでくれる、読んでくれて、おっつってっていうのは内容は呼ばれなかったけど、すげえ、うん、ドキッとした、うん、学校も名前呼ばれたことないもんね、そうだね、うん、名前すら呼ばれたことないもんね先生には基本番号ですもんね、番号だな、番号で重要番号だね、コードネームで本書いた方がいい、0282、いや読まれ、ゆかすけ、読まれない、なんかあのバナナマンのラジオに一回、うん、超勇気出して送ったんだけど、うん、あのコーナーであのガムテープパンツみたいなやつをやったの、節分に鬼に襲われないよ、うん、鬼が襲われてすげえ全裸にされるんだよね、うん、日村さんが、うんうんうん、そのためにガムテープでぐるぐる巻きに股間を守ったっていう全裸の状態でっていうのがあって、あのアッピのライブの時やったと、うん、超ほらあれじゃんと思って、そういう内容を考えて送ったら、その回の時どっちかがインフルになっちゃって、あの日村さん頑張れみたいなメールばかり来る回になっちゃって、俺のメール普通のやつじゃんみたいな、難しいってそういうとこあるよねそんなわけでそろそろ時間、え、マジで早いな、結構過ぎてる、告知やべえとりあえず今週末まだまだ、11月26日そうです、あのマザーの12周年のそうですね、イベントがありまして、はいはい、そちらの方にビックリマンライブで、参加させていただきます。そうですね、で、22時オープンで、翌日11月27日はラジオ盛岡でずっとね10周年、スケープレディオ、はい、スコープレディオじゃねえぜ、スケープレディオだ、そちらの方でですね、ファイブさん、盛岡のファイブさんで夕方ぐらいからビックリマンもライブしますので、16時です、はい、今これビックリマンの、はい、ビックリマンのじゃないや、はい、マザーのやつですね、はい、これ、まあ、このラジオ聴いてる方はね、うん、2つ来てください、はい、お願いします、どちらもきつと出る以上ありがとうございます、じゃあ来週もカイコマンはいるってことですね、日本撮りじゃあありがとうございます、ありがとうございました、エクストララジオ、あれは中学の修学旅行だった、何も分からず学ランで入った渋谷109、ビームスボーイがレディースだと知らず仕方なく買った S サイズの T シャツ、原宿竹下通り、黒人のキャッチに止められて言われたセリフ、 Yo 兄貴スキューシーあるよ、 hey, hey, hey.